喫茶って喫茶ほどげいや。こんにちは、ほどげいや、ボーカルギターマルチャーハンです。よーし、同じくドラムその他もろもろ担当のようです。久々になりました。喫茶ほどげいや12になるんですけれども、 YouTube チャンネル、おかげさまでチャンネル登録者が300人を突破しました。おーおーおー、この間ちょっとうおーがうるせえな、控えめに。ありがとうございます。ありがとうございます。でも300人突破したの結構前なんですよね。そうですね、7月の頭には突破してまして、登録者100人突破したあたりから登録者さんの増えるペースがすごい上がってきてて、思ってたよりすごく早く200人突破しまして、次は500人を目指すぞと、どんどんまたおかげさまで増えて300人突破しまして、もうこれは500人はすぐだななんて思ってたら、ちょっと伸びが止まりまして、でその原因なんですけど、もちろんね、僕らが動画をもっと頑張れとか内容頑張れとかもあるとは思うんですけど、ただ僕が思ってたのはもう500人突破だなって調子に乗って300人突破ありがとう動画を出さなかったのが原因なんじゃないかと。関係あるかなってことでね、今回は300人突破ありがとうということで、季節がちょうどね、月見バーガーの季節というのもあるので、ね、今日はマックをつつきながら怪談というか不思議な話というか、そういう動画です。はい、よろしくお願いします。お願いします。急遽昨日ようさんに連絡しまして、怪談とか怖い話とか、不思議な話を用意しといてくれと伝えたんですけど、でちょっと用意してくれたと。はい、全然霊感とかないからね。霊感ないけど、これは怖かったとかあれって思ったってだけの話です。ようさんからのお話は、ね、R2D2 って知ってますか？あのスターウォーズ。あ、そう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 。どんなやつか、わかる？かわいいやつ、ね、あ、そう、あの白と青のやつの話。小学校3年生とか2年生とかのあたりかな。夜に金曜ロードショーかなんかでスターウォーズやってたんですよ。でそれ見てたんですよね。でその後も普通に寝てたんですよ。生まれて初めて金縛りにあったんですよ。ふって起きたんですけど、体が全く動かない。多分みんな結構なったことあるって人いるとは思うんですけど、初めてだったからめっちゃ怖かったんですよ。動かないよって思って、で2段ベッドで寝てて、私は下で寝てて上にお兄ちゃんが寝てたんですね。お兄ちゃんって思ったんだけど声も出ないですよ。だけど目は開いたんですよ。でも寝てる時だからもう部屋真っ暗なんですよ。何も見えないな、体動かないな、怖いよって思ってたんですよ。そしたら私がこう寝てる目線の先に、何だろう、ピカピカし、なんかちょっと光りみたいなのが見えたんですよ。なんかそこ光ってるって思ったんだけど、分かんなかったんですね最初は。でもだんだん目って慣れてくるじゃないですか。で目が慣れてきたら、そのピカピカ光ってるのが R2D2 だったんですよ。わあ、さっきの R2D2 だって夜見たから。そしたらそいつが私に攻撃してくるんですよ。ビームみたいなので、ピューンって、ピューンピューンピューンって。 R2D2 ってビームっていう、いや覚えてない。あのベッドに柵があるんですけど、柵に当たって火花が散るんですよ。パンパンって、もう結構リアルなんだよ。もう殺されると思って、R2D2 に私は殺されるって思ったんだけど、もうダメだ、死ぬんだって思ってそのまま寝た。死ななかった。で起きたら、あ、生きてるって思った。R2D2 もいなくて、いなかったっていう、全然怖くもない話なんですけど、でも当時の私は超怖かった。どっちかっていうとこれすげえ面白い話。多分夢なんだけど、私でもそのスターウォーズをまず見てた時から怖いって思ってたんですよ。で多分ね、エピソード6だと思うんだけど、変な生き物たちに丸焼きにされそうになったりとか、白い帝国軍のさ、わかります？うん、わかります。あいつがバイクに乗って森でチェイスするとことか超怖かったんですけど、なんかそれの影響なのかなって今は思います。てかたー、すいません、しょっぱなのかな。全然怖くない話なんですけど、ある意味怖いですよ。ありがとうございます。はい、じゃあマルチャーハンさんは、僕がちょうど20歳そこそこぐらいですかねの時に、初めてこう自分の車を手に入れて、八王子方面に住んでる友人と会おうって話になって、当時神奈川県の横浜近辺
確か住んでたんですけど、まあ、そこからその八王子方面に向かうと、そんなだったんですけど、まあ、結構夜遅く出発して、八王子方面に向かう時に国道16号線っていうでっかい道路通っていくと八王子方面に行くっていう道があって、半分ぐらい行ってたのかな、ちょっと物騒な音が、ね、聞こえてくるんですよ。こうマフラーの音といいますか、ブーンブーンっていう、なんか遠くの方で聞こえるから、まあ、いわゆるやんちゃな少年青年たちがちょっと改造をした二輪車、四輪車なりをブンブン言わせてるんだろうと、まあでもそんなに気にせずというか、そんな感じで走ってたら物騒な音がなんか大きくなってる気がするんですよ。でもなんかそれがちょっと様子がおかしくて、地鳴りみたいになってくるんですよ、だんだん。でどうやらその地鳴りみたいのが僕が向かってる正面から来てるんですよね。でもまだ見えないんですよ、別に前からは。なんだろうこれって、なんか不思議な感じですよね。今まで聞いたことがない感覚というか、嫌、うん、だなぁ、嫌だなぁ、嫌だなぁでも地鳴りが明らかに近づいてきてる。したらその原因が分かったんですよ。でもあ、これかって分かった時にはもう、あ、終わりやっていう状態。何何何何何、16号線でも僕が進行方向3車線、向こうから3車線、うん、計6車線全部からヘッドライトがなんですかね、バイク、単車のヘッドライトとか、うん、車もいたんで、四輪もいたんで、車もバイクもいる、その光の集合体がその6車線全てを埋めた状態でこっちに向かってきてるんですよ飛行少年たち、飛行青年たちが、うん、とてつもない数で集まって、うん、交通ルールを無視しまして、うん、その全6車線を全てこっち、うん、進行方向で向かってきてるというのが、まあまあまずそこで分かるじゃないですか、うん、で、なるほど、これが地鳴りのあれだったんだねって、まあ分かるじゃないですか。まあでも分かったところでね、うん、もう目の前に迫ってきてて、漫画カメレオンの横浜のね、ヨミっていうすごい強大な勢力が攻めてきて、乱気流っていう族のね、久米くんがなんだこりゃーってなるんですよ、うん、まさに俺その感じで、うん、で、僕と他に何台かね、こっちから向かってる車たちもう止まってるわけよ。あ、止まったんだ。止まるしかないじゃないですか。逃げ場がないから、とりあえず鍵を閉めて止まった状態で、どうしましょうっていう状態ですよ。結論が言うと、幸い何もされずに避けて通ってって通過してくれたんですよ。こう通り過ぎるまではね、とても長く感じる生きた心地しなかったですよね。何人くらいいたかとか分かります？横に全部広がってた上に奥までいるんでしょ。50人とかじゃないでしょ。いやもう100人、多分そう、ちょっとね、数えてないんで数える余裕はなかったですけど、ね、まあでも多分あれだけ行ったらライブハウスぐらい埋まりますよ、ね、うん、あれがみんな友達でライブやるんだよ、おい行く行くっつったら、そこら辺の小箱なら埋まるかなすごい、そんなに。じゃあ300人とか、いや想像ですけど、うん、2、300はいたんじゃないかな。でも俺の体感上はホール埋めれるんじゃないかなもうなんか彼らが来てくれればホールも埋まるぞ。だからある意味これだけの人数で同じ目的というか、そうですね、こっち行くぞ、うん、ってなって、そうだねこっち行くぞこっち行くぞってある意味統率が取れてるのかな、ね、確かに。だから、うん、すごいなって思いました単にまとめると、僕が16号線を北上してたら暴走族の大群に会って怖かったって話ですってことで、オカルトなのかって感じですけど、うん、まあでも不思議ですよね、不思議というか怖かった話です、うん、R2D2 の話、暴走族の話。じゃあ次に涼さんもう一つお願いします。はい、涼、はい、さんの一つ目の話はお坊さんの話なんですけど、これはね、大学の時、私その時一人暮らしをしてたんですよ。なんでもう家には私しか住んでないっていう状態ね。まあ寝てたんですよ、普通によく寝るね。はい、まあ寝てて、外も明るかったんで、で人あんま歩いてないよみたいな時間帯なんで、多分4時5時ぐらいなんですけど、寝てたらすごいね、大音量でお経の声が聞こえるの。うち壁めっちゃ薄かったからね、隣の人がなんかお経のテープでも流してんのかなとか。おー、なるほどね今回は別に自分が怖いって思ってなかったので、お経の声がとにかくうるせえって思って起きたのね。で起きても聞こえるから夢じゃないなって思ったんですよ、うん、どうやら外から聞こえるなって思ってカーテンシャッて開けたんですよ、うん、そしたらすぐ目の前が道なんですよ、結構でっかい。その道路をね、よく渋谷駅とかでね、チリーンってやってる、ああ宅発のね、うん、うん、あの格好した人たちが大量にだよ、めっちゃすごい勢いでその道路をジグザグに走ってんの。すんげえ速さでヒューヒューヒューってお経を唱えながら、多分集団でもう次から次へと来るの、途切れねえの、どっから来てるんだって思うぐらい。もう八王子からとか、いや
すげーと思って私、うん、で私は何の疑問も持たず、私にはそういう世界は分からないけど、きっとそういう修行があるんだ、ジグザグに、そうきっとそういう修行があるに違いないって思って、ちょっとうるせえって思ったけど、この人たちはきっとそういう修行だから仕方がないんだなって思って、うん、もういいやと思ってまた寝たの。物分かりがいいで、本当に何にも疑問に思わなかったから、この話誰にもしたことなかったんですよ、はい、で、大学卒業して、その時埼玉県に住んでたんですけど、埼玉県じゃないところに住むことになったんですよ。じゃあまた一人暮らししてたんですけど、 1,2 年後くらいにまた寝てた時にまたお経の声聞こえたんですよ。またお経の声だと思って起きて、あれなんかでもこれ知ってんぞって思ったんですよ。まさかと思ってまた新居のカーテン開けたんですよ。そしたらまたお坊さんがジグザグに走ってたの、ふわーって。でもそこでも私は、そうか、お坊さんっていうのはやっぱり各地いろんなところにいるけど、みんな同じ修行するんだって思ってまた寝たんだよね。でそれも特に誰に話すでもなく、月日は流れ、初めてお母さんに話したんですよ。お坊さんってすごいよね、私だってこういう修行を見たことあるもんっていう話をしたら、そんなのねえよって言われて、いやあんたそれ夢でも見てたんじゃないのって言われて、未だにあれが夢だったのか本当だったのかが分かんないの。でも私は本当だっていう意識だからずっと不思議に思ってるっていう話です。なのでもしお坊さんに詳しい人がいたらね、そういう修行あるよって教えてほしい。ああ、そうですね。あったら、あ、私が見てたのは夢じゃなかったんだって思えるから、もしこういう修行がないって言うんだったら、なぜ別の場所で同じものを見るのか謎が残るんですけど。じゃあラスト、まあ、チャーハンさん。はい、これ僕がまだ10代の頃の話ですね。ほう。18、19ぐらいの時に仲がいい友達と青春18切符5枚続きで1日 JR の普通の列車を乗り放題みたいな ね、あれを初めて使って友達と2人旅ですよね、まあ、特にその明確などこに行こうとかもなく、なんとなく夏休みぐらいですかね、まあ当てどもなく全国行ってみようって話になりまして、一番遠くまで行ったのが鳥取、島根、中国地方ですよね、はいはい、確か鳥取鳥取だったかな。その友達がまあ B 君としましょう。B 君と一緒に鳥取の小さい駅ですよね。そこで要はだからもう今日はこれ以上行けませんとなって、朝まで電車はないっていう状態でどうにかなるやろっていう精神で。ただその駅に降りた時、僕とその B 君以外一人なくて、駅の周りに何にもないとこだったんですよ。コンビニとかもなくて、建物自体もそんなに密集もしてなくて、じゃあこれはまあ朝まで駅前で過ごすしかないなという感じで、駅前になんかちょっと公園みたいに広場みたいのがあって、朝まで待とうかとなりました。まあ広場にベンチがありまして、そこに座って疲れてはいるので、僕も B 君も、特に B 君は結構もう疲れがピークに来てたようで、座って寝ちゃってたんですよね。俺もちょっと寝るかなみたいに思ってたんですけど、お手洗い行きたいなと思って公衆トイレ行って、小の並びが3個ぐらいあるうちの1つに男性がいたんですよ。で俺ちょっとビクってなって、勝手に人は他にいないものだと思ってるところに、まあ、中年男性の方が、まあ、おっさんがいまして、おしっこしてる状態だったんですよ。ちょっと入ってすぐ手前のところに、ね、おーっとで、ああ、まあそりゃ人いることもあるよなと、うん、僕は逆に奥のサイドに行っておしっこを始めたんですけど、僕がお手洗いに入った時におっさんはもういたわけじゃないですか。だけど僕がそろそろ行こうかっていうとまだいるんですよ。あ、おっさん結構長いんだなって、まあそういう時もあるよねで見たら目があったんですよ。うんと思って、なんかちょっと気まずいじゃないですか、知らない人だし、でもめっちゃ見てるなと思って、なんで見てんだろうなと。で目をそらして、おじさんそこから動かずなんですよ。こっちをなんか見てるような気もするけど、ふふーんと出てこうと思って、うん、もう一回なんか見るでもなしに見たら、おっさんこっちを僕の方を見たまま、下腹部の方をなんかこうなんかシャコシャコしてるんですよね下腹部をいじってる感じだったんですよ。マルチャーハンを見ながら、そう、なんか下腹部の方をいじりながら笑うとか怒るでもなく、無表情のこっちを見てて、ああこれは見るでもなしだけど、なんかすごい、あ、
あっと思いまして、ああこれあかんぞと思って、うん、スーッとそのおっさんの後ろを、おっさんの方を見ないようになるべくスッと出てって、うん、で別に何もなく出れたんです、うん、でまあお手洗い出てきたらベンチで B 君寝てるじゃないですか、うん、でそしたら少ししたらおっさんがね出てきたんですよ。でまあここに B 君と僕がいて、それの向かい側のところに座ったんですよ。まあ、それでうわーおっさん来たな、不安だなとは思って、これちょっと僕寝るわけにはいかないなと思って、 B 君が寝てる横に僕が座って見張りじゃないですけど少ししておっさんの方をまた見たら、ちょっとズボンをまた下ろしてまして、おっとおっとと、まあそれでまあまたあのいわゆる下腹部をいじってらっしゃる、おいとおいダメだぞ、うん、言いたいところですけど、まあなかなか言えないじゃないですか、うん、まあはい、それで非常にちょっと嫌悪感というか持ってしまって、おっさんの方を見てしまったんですよね。だからおっさんは無表情で僕の顔を見ている。まあこれは怖いなと。本当に怖いよ。まあそうそう、それでこれはちょっとやばいぞと、うん、やばいよ、やばいぞというかやばいぞと、やばいよそれで僕はもうちょっとこれはダメだと、うん、だから寝てる B 君を叩き起こして寝ぼけてる状態だけど、うん、いやちょっとあのちょっとってことで、B 君の荷物を持って、で、まあ、その駅からとりあえず離れようと。ただそのおっさんは幸い追ってったりはしなかったんですよ。おっさんはまあそのベンチに座ったままなんか何かして、何か、まあ、僕と B 君は当てどもなく歩きまして、うん、B 君も目が覚めてきて、何だったのっていう話になるので、うん、いやこれこれこれがこうでこんなおっさんがいたんだよって言ったら、うんうん、それは君が悪い、やばいよ、うん朝まで、うん、電車が動くまでうろちょろして、うん、もうええかなという感じで戻ったらいなかった、うんうん、いなかったね。ただその B 君はそのおっさんを見てないんですよね。そうだね、よくご無事で、あ、おかげさまで、ちょっとそういうご無事なんですかね、ということでこんな感じです。お疲れ様ですてな感じですけど、はい、まあ、今回ね、こんな感じでやってみましたけど、まあ、好評だったらグッドボタンとコメントで、予算の話は面白かったけど、バルチャーハンのはキモかったとか、何でもいいんで、感想とか何でも結構ですんで、お願いします。今回は怪談、不思議な話をやってみました。やりたかったんだね。まあ、やりたかったんです。うん、ちょっと最近ね、不思議大百科っていうチャンネルが好きでして、ね、それの影響です。そうですね。ということでね、今後も400人、500人突破を目指して頑張っていきたいと思いますので、何卒よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、お送りしましたのは、ホトゲーやバルチャーハンと、ヨウでした。ありがとうございました。ありがとうございます。ではまたー。